ナマンダブツ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 。今日は2024年、7月の1日ですね。今日がちょうどだ、365日のちょうど真ん中、つまり2024年という年のちょうど真ん中の日ということらしくて、ミッドデーっていうんだよって言ってね、ある司教さんが、ご講演の冒頭にですね、おっしゃっていたことを思い出しました。つまり7月1日に、お説教を聞きに行ったようですね、私がね。で、そこで司教さんがそんなことをおっしゃっていた。で、奈良であったんですけど、奈良の、橿原であったんですけどね、その時一緒に行ったお道行がですね、もうすぐご命日やなあ思ってね、私がお誘いして橿原まで一緒に行ったんですけど、すごくね、いい、素晴らしいお道行でしたけども、その方のご命日もあと2週間ぐらいやな思いながら、もう7月あの人が亡くなった、その事故死やったんですけども、そういう月を迎えたなと思っております。さて、今日もまたこの僕は勝手に思ってるんですけども、広瀬誠一さんの、私が思ってるのでは日本の足岡をですね、広瀬誠一さんの随筆「渋柿の味」の、今日は58ですね、58番目の随筆から読ませていただきましょう。米と藁とぬかという、そういうタイトルがついております。で、この頃田植えの最中で赤いたすき姿を海外しい早乙女の青田になろ並んで働いている様は、日本の麗しい情景の一つである。そしてやがて実りの秋ともなれば、豊かなお米が取れ、また藁もぬかも自然に付随して恵まれるのである。もちろん最初から藁やぬかが欲しいから田植えをしたのではない、それは言うまでもないのである。これは仏法でも同じで、仏法で一番大切な信心欠如という米が取れれば、気張ることなく忍忍無鎖に、ほんま忍忍無鎖にですね、自然と何の努力もなく、忍忍無鎖に道徳生活という藁が取れるのである。そしてまた人からも尊敬せられ、豊かに幸福生活ができるというぬかも自然に取れるのであると。これはですね、ここではお米、信心欠如というお米が取れたらば、道徳生活という藁が取れ、そして幸福生活というぬかも自然に取れるのである。このようにして取れた藁なる道徳は、ことさらにする善ではなく、強いて意識的にする善ではなく、仏の方よりさせられる手垢のつかない善であって、これこそ俗世を潤す甘露である。また信心のお供え物としての幸福は、人様を押しのけて勝ち得た幸福ではないから、爽やかな香りを漂わしているのである。この風光を阻止聖人は、崇徳の風静かに秋夏の波天図と仰せられている。このような風光を秋の田の幸せに例えて、米取れて藁ぬかともにおのずから幸い
めぐまるるのりの秋の田、米とれて、わら麦ともにおのずからめぐまるるのりの秋の田。これは、広瀬さんのお作りになった歌であります。米とれて、麦わらともにおのずから、幸恵まるる海苔の秋の田。あ、それ幸い言うて読んだから字余りになったよね。米とれて、麦ぬかとも、わらぬかともにおのずから幸恵まるる海苔の秋の田ですが、ごめんなさい、訂正します。さあ、ここのところですけども、今ずっとね、車の中で梯先生の、お話を聞いているんですけれども、梯先生のお話の中に現象実習の役とかね、出てまいりまして、現象実習の役のところで、これやっぱ今のこの麦とかわらとかっていうところですね、これ覚如上人が、おっしゃっていることということですね。で、こう信心恵まれたら、つまり米が取れたら、自然とそこで、藁が出てきましたね。梯先生のお話やったらね、そしたら藁が得られて、いくということですね。ですから、それはこう現象実習の役っていうのはね、こう信心をいただいたら、おのずと、つまり米が取れたら藁も取れていくということで、で昔やったら、藁でいろんなものに使ったわけです。今これたた、あの畳のように座ってるわけですけど、畳買って今はこれ発泡スチロールが中に入ってるわけですけど、以前やったらいぐさが入っていったし、いぐさが表面や、ごめんなさい。で、こう表面はいぐさやけど、中に藁がいっぱい詰まっていたわけです。私の同級生のね、富山県の私の同級生の家が畳屋さんをやっておられまして、その畳を作る際に藁が必要だったから、ドーンとでっかいトラックでね、その藁をですね、同級生の方のお父さんがなさってる畳屋さんにね、しょっちゅうね、ダンプカーでね、藁が運ばれていましたね。それから草履、それから藁地、からいじっことか言ってね、昔ね、本当に藁言っていろんなものを使うとったわけです。肥料にもなったし、燃料にもなりますし、あとこに火付けのね、最初に火をつけていって、そこから木に火が移るまで、薪に火が移るまでの間に、やっぱ藁をですね、やっぱよう使うとったわけですが、火をね、焚く時の最初に用いたわけです。私が小さい、いつぐらいかな、私ごくごく小さい時ぐらいまでやったら、まだ奥戸さんでね、米炊いてましたからね、だからやんわり覚えていますわ、ね、そんな形で、からあと米のね、ニカと言うて私は言ってたんだけど、お米の粒の、上の、まあ、あれ、2回言ってどう言ったらいいかな、ね ああいったもんでもやっぱりいろんな形でやっぱり利用してたわけです。で、そんなわけですから、お米を取って、でそれを食べる、あるいはそれを売る、でそれを売ることによって1年間の生計を立てていたわけだけれども、それがね、そのお米を作ることによって、さまざまに、藁ができ、その米にかえて、昔富山弁じゃない時でどういうのかちょっとわからないんやけど、お米の粒の表面についてるあそこの部分とか、そういったもん言ったらね、非常にやっぱりいろんな形で利用されており、でその中でも藁言うたら非常にこの使い手のある副産物であったわけです。だから藁というのは、ぜひとも日常生活に必要なもんなんやけど、しかしその必要な藁というのは、これ米作ったらおのずと出てくるものであって、そのおのずとこう得られる藁というのは、これ素晴らしい副産物やけど、これは護身神によって恵まれる、こう素晴らしい副産物であるということですね。で、これがだから、護身人と現象実習の役の関係なんですよ、って梯先生がご法話の中でお話になっています。おそらく YouTube でね、
お二人の方が梯先生のご法話 YouTube で出してくださっていますので、梯実演現象実施の訳っていうような形で検索をかけていただくと、今言うてる話が出てくると思いますので、せっかくですから梯先生のねご法話も聞いてくださったらと思います。で、梯先生のお話の中ではぬかは出てこなかったかなと思うんですけど、実は私今日も きゅうりのぬか漬けとね、それから小さい間引き菜の人参のぬか漬けを食べましたね。朝ごはんで呼ばれましたね。それとやっぱりぬか漬けっていうのも、これやっぱりお米が取れた時に得られる素晴らしい副産物ですから。新人欠場することにおいて、ぬかとわらが得られる、これは道徳生活と、現象における幸福感を得られるということを、米を取ることによってわらとぬかが得られるというふうに、お例えになり、そしてちょっとさ読み間違えたもんやさかい、もう一回、その読み間違いを訂正する意味も込めまして、米取れて、米取れて、わらぬかともにおのずから幸恵まるる海苔の秋の田というご法ね、歌をもう一回紹介しまして、続きまして59番「天道の妙手」というところを読んでいきます。天道って四天王ですね、無常空空無我を常楽我情と見るという時の天道で、坂島な見解いうことですね。物事を誤って、無常なるものを常なると見る。で、人生が苦であるのだけど楽というふうに見ていくわけだから、まさに坂島ですね。で、それが四天王という、そういうことで、それが天道の見、ひっくり返った見というのですが、それが妙手、他へなる趣ということになるのは、これどうしてかということは、これは文章を読んでいきます。59、天道の妙手、常識は人間がこの世に処していく上に大切なもので、これありてこそ社会の秩序が保たれることは言うまでもない。しかしながら常識はあくまで人間相互間の正しいあり方の認識であって、絶対者と人間との間の世界には通用しないことが往々にしてあり、常識を超越し、時には否定せねばならぬこともある。すなわち、常識の世界では善人が救われ、悪人が落ちるのである。悪人だに、往生すれ、いかに言わんや善人をやっていうようなね、そんなふうに考えられると。しかし宗教の世界では許され得ない悪人が許され、許されるべき善人が落ちる。如来に反逆して作った衆生の罪を背負って、その罪を贖い、反逆者である衆生の摂取したも、衆生をや、ごめんなさい。如来を反逆して作った衆生の罪を背負って、その罪を贖い、反逆者である衆生を摂取したものである。これは人間のあり方を規定する倫理を逆さまにしたようなもので、全く煩悩了絶の聖なる天道の妙手で、我々はこの常識を超えた世界に、ただもったいないと頭を下げるより仕方がないのであると。ここで、天道の妙手の意味が出てきましたですね。許されるはずのない悪人が許され、許されるべき善人が落ちるというのは、これは如来に反逆して作った衆生の罪を背負って、その罪を贖い、反逆者である衆生を摂取したものである。これは人間のあり方を規定する倫理を逆さまにしたようなもので、逆さまやか天道ね、
逆さまにしたもので、全く言毛両舌、これが言葉を忘れ、ね、つまり言語では表現できない、そして両舌おもんぱかりを絶するということか、思慮の及ばない世界、ということですね。言語を超越しており、思慮を超えた聖なる、天道の妙手であって、つまり私たちの常識、私たちが言葉を操ることによって理解されるような、私たちの思慮を超えた天道の、私たちがいいもんが救われ、悪いもんが捨てられるというように考えている、私たちの考え方とは逆さまの妙手で、絶えなる趣、つまり仏さんの絶えなるおぼしめしであって、我々はこの常識を超えた世界に、ただもったいないと頭を下げるより仕方がないのである。仏さんをね、否定し、仏さんから逃げ回るものをこそ救うというのは、これ常識では考えられないことですね。今まあ就職戦線もう終わってるんか、まだやってるんか、それちょっと私詳しいことは知りませんが、就職戦線でもね、やっぱほんまに、いい人から取ろうとしますからね。で、それはまあいい大学出てるとか、資格持ってるとか、何がしか特記事項があるとか、そういった人が取られていくのであって、エフランの大学って言い方すること自体が間違ってると思うけれども、まあ偏差値が高いとは言えない大学とか、資格がないとか、別に平平凡凡たる人間であるとか、そういった人は真っ先に捨てられていく。そして、少しでも、会社を儲けさせる力がある人を取ろうとしていくのが、これやっぱり就職戦線というものですから、私たちはそれに慣れきっているわけです。だけどそれと全く真逆な、ありようですよね。それは私たちの生き方、考え方からしたら逆しまのもんやけども、しかしその逆さまな仏さんの、絶えなる仏さんのありがたい、ある、まさにあること、正しいことやからね、そんなことあるはずがない仏さんの領域に、それが天道の妙手、我々はこの私たちの常識を超えた世界に私たちには理解できないことやから、したら理解できないやったらどうするんかよと言ったら、ただもったいないと頭を下げるより仕方がないのであるということですね。理解を超えたもんなんやから、もしたらそしたらそうでございますか、ありがとうございますって、その理解を超えたもんやったら理解できんままにありがとうございますって頭を下げるよか仕方ないですよねということです。で、ここから3つ、要点になるようなことということで箇条書きされております。仏が苦しみ、悪人が楽しむ、仏が負けて衆生が勝つ、群青を下部して、これは絨毯となすと言ってね、これは大経の頭の方に出てきますよね。大経の前半、ほんまに冒頭のところに出てきます。仏さん、こう不肖の友とかさ、和言愛語とかさ、ああいったところの近くに出てきますね。仏さんは群青をかぶして、つまり衆生たちを、迷えるものをおぶってですね、かぶすることはおぶるいうことです。人々、迷いの存在を、迷いの存在の人間は自分で悟りの世界に入っていくことはできませんから、そしたらどういうふうにして迷いの世界から出していくのかといったら、仏さんにおぶってもらわなしゃあないことです。仏さんは私たちをおぶってくださって、そして、それをこう絨毯となす、これを絨毯となすというとも呼ぶかな。まあ、それをこう、まあ重いなとは思うけれども、
もしかしてそれをしっかりとその重みを引き受けて、そしてそれをおぶって私たちを悟りの世界に至らしめるということが被し、群青を被して絨毯となすと言っておっしゃっている。で、これはまさに天道の見、あれですね。天道の妙手の一つのありようでありましょう。もう一つ、十八眼唯如五逆非法生望とは、通さぬは通そうための道不信という、こんな言い方を昔されていたのかな。第十八眼の唯如の門ですね。唯如五逆非法生望っていうところは、これ何のためにあるのって言ったら、これはですね、通さぬは、ただ覗くというて言うてはるのは、五逆や生望非謀するものは飽きまへんでと言うてはるのは、つまり通さぬは通そうための道不信、こういう言い方あってんやな思ってね、そんなものはもう仏さんの方向に入るね、その何て言うかな、道がないので、ほな道作ったろう言って、で、道不信、そういうものは渡れんのやったら渡れるように道作ったろうやないかというのが、唯如五逆非法生望っていうことですよ、言ってね、これ、まあ私不勉強やからなんですが、聞き始めなんで、もう一回読みますと、十八眼の唯如五逆非法生望というのは、ここから開括弧始まりです。通さぬは通そうための道不信と言うてはります。で、その次もう一個箇条書き、お礼言わねばならぬ者がお礼を言われた話。ここからあるストーリーが始まっていくわけですね。お礼を言わなあかんのにお礼を言われた、そういうストーリーがここからあります。これは昭和38年4月13日、東大谷本廟にて、お東さんですね。あ、東大谷、そうね、東大谷本廟にて、親鸞聖人700回ご延期が行われ、私は聖人、御座像の奉納の荘園を恵まれた。だからお東やが大谷今田、この時こういう言い方してはったんか分かりませんが、今で言うたら大谷祖廟ですよね。大谷祖廟に親鸞聖人の座像を奉納をさせていただく優れた縁、素晴らしい縁を、に恵まれた言うてね、こういう、そういう言い方をされています。そしてその前の日、4月13日に、御銅像はめでたく本廟前にお着きになった。ところが 重量のため奥座敷までお供することができず困っているところへ、奉仕に来ておられた三河の国の道行の方々20名様ばかりが、我々が書いてあげようと言われ、御座像は無事奥座敷へお納めすることができた。そこでお道行の方々から、自分たちは生まれて初めてお聖人様を方に、させていただくことができ、こんな嬉しいことはないとお礼の言葉を聞いた。誠にありがたいやら尊いやら返す言葉を知らなかった。そして今更ながら聖人の偉大さに驚愕せざるを得なかったのであった。お礼を言わねばならぬ者がお礼を言われた話として、お聖人様の聖人の座像の、これ銅像、ブロンズでできたものやから重たいんやけれども、重たくて運べんで弱っていた時に、三河のお道行の人たちがそれを運んでくださって、親鸞聖人の銅像、ブロンズ像を運んでくれはって、でその時に、こっちがお礼言わんなのに、運んであげた方の三河のお道行たちが尊いご縁をいただいて、親鸞聖人の像を運ばしていただいたりて、向こうからお礼を言ってくれはった。
そのことからそれにつけても今更ながら商人の偉大さに驚愕せざるを得なかったとおっしゃっています。続いて箇条書き、俺は百まで生きると力んでいることは毎日死につつあることである。俺は百まで生きると力んでいることは毎日死につつあることである。凡夫が死ぬことは唯いて生まれることである。こう生きると言って長生きしたんねんということで、最後長生きしてるしたんねんということは、これまあ、こうなんていうかね、しゃばこうそんなふうに思うけれども、しかしそうではなくて、凡夫が死ぬということは唯いて生まれることであると、ね、生きていたいと思うやけど、しかし死んでいくということは凡夫が往生していくということである。ここにね、仏さんの見方と私の見方のひっくり返りがありますねということです。でその次、この自分は和の器、和みの器、平和の和です。この自分は和の器ではないとついた両手の下から和が生まれる。俺は和の精神に徹していると思う。慢心は不和の種である。自分はトラブルメーカーや思って、自分で実は私すごいトラブルメーカーなんですけど、トラブルメーカーやなぁと思っている。その両の手の下から我が生まれると、申し訳ない思いますからね。トラブルメーカーやし申し訳ないな思いますけどね。だけど俺は偉いを求るような人間の慢心からは不和が作られていくってね、まあ、そういう部分もあるかもしれませんね。では次、信仰があるとうぬぼれていることはないことで、こんなお粗末な信仰ではとてもと思っていると、それが正座に据えられる悪人、正気ということですね。仏さんがお救いになる正しいお目当て、まあ、大切にされている、この人を救いたいと思ってはる人が仏さんの真ん前にあるやから、ご正座に座っているということで、これが悪人正気ということですね。で、その次、最後に、俳句を一つ作って終えられています。おつるなり、そのまま浮かぶ蓮の花。おつるなり、そのまま浮かぶ蓮の花。で、続きまして、これ、これで終わりかな。ちょっとスピード上げんなのに、ちょっと喋っとったらあかんな。60、金糸、黄金の糸と絨毯。人生は欲望と闘争で、相当か、闘争いうのの反対で、相当で、血塗られた暗黒の絨毯。人生は欲望と相当で血塗られた暗黒の絨毯。宗教は慈悲と平和で綴られた光明の金糸。金糸、黄金の糸ですね。で、この光明の金糸がこの黒庵の絨毯の中に人知れず密かに縫い込まれていて、ありがたいこと書いてますね。この光明の金糸がこの暗黒の絨毯の中に人知れず密かに縫い込まれていて、どんなに踏まれても小言一つ言わず、人間社会の小賢しい知識や上辺ばかりの道徳の下になって、任せ猿芝居の敷物として満足している。またこの暗黒の絨毯は果てしなく続く苦悩の敷物であって、表面は共存共栄の、麗しい花、麗華模様であるが、裏面は、強者複弱の地獄絵巻である、強いもんが弱いもんを虐げていくという地獄絵巻である。表面上はうまいこと言うとるけれども、共存共栄とか言って、結構なこと言うとるが、裏面は強者複弱、強複弱や、
弱いものを強いものが弱いものを虐げていく地獄絵巻である。そしてその霊化模様とは、麗しい花の模様と地獄絵巻との中間のところに不可思議功徳の菌糸があって、この苦楽の両面を支えているのである。ところで、普通ことのない、普通ことのない時は、普通大事なことのない、大事がない時は、人間はこの絨毯の上で笑っているが、ひとたび学問や倫理や祈祷では解決できない大事件が起こって、この絨毯がひっくり返される時が来ると、この菌糸は絨毯の内部からかすかではあるが底力のある光を放ち、人間を招くのである。迷いに迷った挙句、あらゆる計らいが終わりを告げ、どん底に落ち込んだ人間は差し伸ばられた、ただ一つの救いは、どん底に落ち込んだ人間に差し伸べられたただ一つの救いは、この菌糸の寂光に、上寂光寺の寂光ですね、静寂な光に祈祷することである。祈祷する、帰るということですね。差し伸べられたただ一つの救いは、この菌糸の寂光に祈祷することである。しかり、人間の目には、人間の眼には煩悩に、遮られて、かすかにしか見えていなかったこの菌糸は、今や燦然と自光慈悲の光、狂気の光を放ち、金剛力をもって人間を支えてくれるのである。すなわち、これを摂取不捨とは申すのである。すいません、今日はこれでやめとかんだら。あ、いけません。まあ、しかし、なんですね。やっぱ深いことを書いてくださってますね。やっぱり、ステチューはね、仏さんのステチュー、像とか、親鸞聖人の像は、これやっぱり残っていくし、そういう主要な場所に置いてあるから、東大谷とかに置いてあるから、これは皆見えやすいけれども、その人は何を考え、何を訴えかけてそれをしようとしてはったかということになると、その人の言葉によらなければなりませんから、そしたら、ああいったお仏像や親鸞聖人の像を、こうたくさんのところに、目立つところで、信仰の拠点になるようなところに寄進しておいでになった広瀬さんのお言葉によって、その心を、寄贈され、奉納された、その心をやっぱりに出会っていくことも大事だと思いますんで、だから、この渋柿の味っていうのを拝読しているわけです。聞いてくださったら嬉しいし、聞いてくれなくても私が聞いてるわけだから、それがすごく大切なことかと思います。今日の話はこれで終わります。